どうも、懲罰モンキーです。船券予想に欠かせないデータの一つ、オリジナル展示タイムですが、展示タイム、回り足タイム、一周タイム、直線タイム、皆さんはどの要素を重要視するでしょうか？とにかく展示タイムを見るという人もいれば、枠によって重要視するタイムを変えているという人もいると思います。今回はそんなオリジナル展示タイムの意外な最重要タイムを紹介したいと思います。この動画を見ることで展開予想の幅が広がりますし、一番大切なタイムを踏まえた上で枠別に予想方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは最初に、オリジナル展示って何？という方のために各オリジナル展示の解説をしていきます。まずオリジナル展示タイムとは、ボートレースオフィシャルウェブサイトで公開されている展示タイムとは別に、各レース場で独自に公開されているタイムのことです。各レース場で若干の差はありますが、公開されているタイムは展示タイム、回り足タイム、一周タイム、直線タイムの4つで、それぞれのタイムの測定位置はご覧の通りです。それぞれのタイムでわかることは、展示タイムではモーターの伸び、回り足タイムでは文字通りターン時の回る時の足、一周タイムでは展示2周目の一周のタイム、直線タイムではターンの出口からスリット側の行き足がわかると言われています。これだけの情報がわかれば絶対当たるでしょう。私自身もそう思っていましたが、なかなかそううまくはいかないんです。本当にボートレースって難しいですよね。ここからは元ボートレーサーのあの野添さんから聞いた内容を含めて、どのタイムが大切なのかお話ししていきます。まず結論を言います。オリジナル展示の中で最も重要なタイムは一周タイムです。一周タイムなんておまけくらいにしか思っていなかった、そう思っていた人も多いのではないでしょうか。しかし一周タイムは実際に走っているレーサーの皆さんも参考にしている要素なんです。なんで直線系の足がわかる展示タイムや直線タイムじゃないの？皆さんのハテナがここまで聞こえてきそうで、他のタイムと比較してなぜ一周タイムが大切なのかをしっかりと解説していきますね。なぜ一周タイムが最も重要なのかというと、オリジナル展示タイムの中で一番エンジンの差が出るからです。他のタイムでは一部分のタイムしか把握できませんが、一周タイムであれば2回のターンを含む一周のタイムが見られるため、総合的な足、乗り心地などが把握でき、最もレース時に近い状況を確認できることが大きいです。レーサーの目線からだと、他のタイムは走り方によっていい数字は出せてしまうものだそうです。逆に言うと、ある程度気力がなければ一周タイムは出ません。どういうことなのか、実際の展示を見ながら見てみましょう。今からある展示の2周1マーク部分を見てもらいます。どの程度の回り足が良さそうか、皆さんも予想してみてください。今見ていただいた展示では、どの艇が回り足タイムが良かったと思いますか？1号艇や2号艇がいいと思った方が多かったのではないでしょうか。実はこの時の回り足タイムはこちら、5号艇の方がいい回り足タイムだったんです。目展示とタイムにこのような差があるのは測定方法によるもので、見ていただいた回り足タイムの場合では測定位置が1マークの入り口から出口までなので、普通に弧を描いて走るよりもこのように鋭角に回ることでタイム自体は出るようになります。オリジナルの展示タイムを見ることも予想する上でもちろん重要ですが、実際に展示を確認して目展示をしっかり確認することが一番重要なことになります。ここまでいかに一周タイムが重要なのかを解説してきました。今回の結論は、一周タイムがいい艇から買いましょう。で、動画終わりです。と言いたいところですが、正直に言うと一周タイムを確認するだけでは船券をうまく的中させることはできません。大切なのは一周タイムのことも重要視しつつ、他のタイムも特徴を踏まえて確認し、自分の展開予想を組み立てていくことです。
それぞれの枠ごとにどの要素が大切になってくるのかを今から解説していきますので、今日の話を参考に皆さんの船券に役立ててください。公式 LINE では毎日引ける豪徳寺もやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。それでは最初に1号艇で重要になってくる要素です。1号艇は周回展示の際も波のないところを走れるため、基本的にはどのタイムも好タイムが出やすくなっています。1号艇にとって一番大切になるのは出足や行き足になりますので、オリジナル展示では直線タイムが最低限出ていることを確認できればより買いやすくなります。もちろん節間のスタートタイミングやまくられ率、2号艇の逃がし率なども合わせて確認するとより硬い陰線を買うことができますよ。続いて2号艇で重要になってくるのは直線タイム、回り足タイムです。2号艇は主に差しを選択する選手が多く、引き波を超える必要があるため、出足や行き足は最低限必要になってきます。また小回りで差しを狙うため回り足も重要になってきますが、先ほど説明した通り回り足は回り方によって差が出ますので、周回展示を見てしっかりと確認していきましょう。3号艇ではまくりやまくり差しを狙うことが多い枠番になっていますので、展示タイム、直線タイムが重要になってきます。展示タイムではまくっていけるだけのスリット後の足があるのか、直線タイムでは引き波を超えるための出足行き足が大切になります。3号艇の選手に関しても目展示をしっかり行った上で、その選手がまくりが多いのかまくり差しが多いのかを確認し、どのタイムを重要視すればいいのかを判断してください。続いて4号艇5号艇です。3号艇に引き続きまくりまくり差し、さらには差しと自在に攻めていけるため、選手の特徴を把握した上で展示タイム、直線タイムをそれぞれの場合において確認し、どの決まり手になりそうなのかを予想してみてください。また展開を予想した時の相手選びに困ったら、概要欄に相手選びの動画を出していますので、ぜひそちらもご覧ください。最後に6号艇です。6号艇はほとんどが1マークの左打ちを指す展開での船券絡みが多くなるため、直線タイムで出足行き足を重要視し、引き波を超えられるかを予想してください。また大外枠となるため、船券に絡むためには内側の艇の攻めなどの展開が向くことが非常に大切になってくるため、他の艇の船足をしっかりと把握し、いかに展開が向くかどうかを確認することで2着3着に入れることもより容易になると思います。ということで、いかがだったでしょうか。今回は本当に大切なオリジナル展示項目について解説しました。レーサーも大切にする一番大切な項目は一周タイムでしたね。その後各艇ごとに大切なタイムを話していきました。各艇で大切な要素で直線タイムが多くなっていますが、一周タイムありきでのこととご理解ください。皆さんの大切にしているタイム項目はコメントで教えてください。またボートレースで役に立つ情報やおすすめのレースなどを配信していく予定ですので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントをくだされば全てのコメントに目を通させていただき、できるだけ早く皆さんにコメント返ししていきますので、コメントもお待ちしております。公式 LINE でもボートレースにまつわる様々な情報や懲罰モンキーとっておきの予想も配信していきますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。